皆様ごきげんよう。今、あの、お風呂から上がりまして、ちょっとこう、ふーっとしてるんですけれども、あの、少し気分がいいので、あの、久しぶりに、えー、っと、チューリップラジオかな、やってみようかなと思います。まあ、明日またね、あの、更新するかもしれないんですけれども、一応もう、あの、年の瀬っていうことで、あの、ちょっとね、1年間を振り返って、 あの皆様にも改めて感謝を伝えたいなっていう気持ちになったのであの、こちらのチューリップラジオから失礼させていただこうかなと思いました。今年の、思えば今年の6月に、えこちらのえ美粛上チャンネルを開設しました。でそこから本当にね、一日もほとんど休むことなく、 多分一日も私休んでないですよね。<laughs> 最初から見てくださってた方はわかると思うんですけれども多分更新しなかった日って一日もなかったんじゃないかなって思います。今考えるとすごいですね多分ねあの美食女ご飯を一日も私休んでないですよね、あのー。その日にできなかったのは次の日とかにやってて 多分ほぼ一日もあのー、ねえ絶やさずあのアップしてたんじゃないかなっていうふうに思うのでそれだけでも結構よく考えてみたらすごいなっていうふうに自分でねあの思ったんですけれどもその毎日毎日来る日も来る日も美食所ご飯をアップしましてそしてあの来る日も来る日もあの美食所コーディネートをアップしまして <laughs> そして来る日も来る日もあのね美縮場ライブを開催し続けましてあの今に至りますいや本当にあとに我ながらねよく頑張ってきたなと思ってあの一応自分で自分をね褒めてあげたいなと思います、ね、自分でいっぱい自分を褒めてあげてねっていうあのねぎらいをの言葉をね かけてくださった美粧女ちゃんもいるので、あの本当にあそうだなと思いまして。ありがとうございます。今年はいっぱい自分はあの褒めてあげたいなと思います。そうですね。あの、今年のそう感じをあの1時で表せ表したらっていう風にあの？言ってた美粧女ちゃんがいてあの。その方はですね。 喜びっていう歓喜の感だったと思うんですけれども私は何かなって思って、あのー、あの進歩のシーンって答えたんですね進むっていう字かなそしたら本当にそうだねって言ってくれてあのすごい私のチャンネルをねもう最初の最初からあのー、見守ることができてすごくあのー 喜びにあふれた一年だったよみたいに言ってくれて本当にあの私それをね見て泣きそうになっちゃったんですけれども涙がこぼれそうになっちゃったんですけれどもねいや嬉しいなと思いましたありがとうございましたねえ本当にあのー、そうで今日もあのー、またね別の美食女様からちょっと個人的なやりとりの中であのー 変化のね、あの、一年でしたねって、あの、メッセージで言ってくださったんですけれども、ああ、ほんとそうだなと思いましてね、それも、すごく、あの、進歩したし、変化の一年だったなと思います。でそれで、あの、その中で、あの、私のその人柄をすごく大好きっていうふうに言ってくださいまして、いや、本当に、 ししくてですねありがたたいいなと思いましたで私はやっぱりあのこういったその番組の中であのー、コーディネートを紹介していたりだとかあの美食所ライブをし,してる中でね、まあ、エクササイズも美食所エクササイズもやってるのでその効果もあると思うんですけれどもすごくあのー、皆さんに本当にありがたいことにスタイルを褒めていただいたりだとかあのー、そうですねコーディネートだったりとか あの本当にあ,のありがたいことにその外面的なことを褒めてあのいただくことも多くて本当にあの女性だからねすごいやっぱり嬉しいですよね本当に何よりもすごく嬉しいんですけれどもあのそれだけじゃなくて本当にあの、ま、男性の皆さんもそうなんですけれども特に本当にあの美粛女様美粛女ちゃんあの女性の方とか は本当にそれだけじゃなくてね私のあの内面かな内面とか人柄とかをあのいいっていう風に言ってくださることも多くて本当にあうれしくてです、ね、あの男女ともに本当に男性の方からもそうなんですけども女性の方からもこの美粛女チャンネルを愛していただけて私のことをそういう風に思っていただて。 受けてることがすすごくあの誇りですなので本当にあのありがとうございます。でそれであと話がまた戻るんですけれども本当にその進歩変化の一年だったなというふうに思っていてあのまあ、たまに話してるんですけれどもあのやっぱりその私にとってあの本当に今でも心を痛めててね今日も。 あのここまで来てもやっぱり未だに思うんですけれどもあの毎日思うんですけれどもやっぱり母のことがずっと心にあってあのねやっぱり何に変えてでもやっぱりこうね母が助かってたらなって思うしあのやっぱりああしてればこうしてればとかまた母が生きてるんじゃないかとかってやっぱり 思う気持ちは毎日、あのー、朝起きた瞬間から寝るまであるんですけれどもなのでやっぱりそういうもうずっと苦しい気持ちがあってですねもうそれをこうやっぱり乗り越えたいなと思って何かこう自分を変えたいというふうに思って始めたのが美粛女チャンネルでやっぱりそのうーん本当に。 一回もうちょっとねあのどうでもいいやじゃないですけれどもねあの本当にあの体に力も入らないですしあの、ね、今でこそこんな元気に飛び跳ねてライブをやったりですとかビシュクドエクササイズまでねやってねインストラクターみたいだねってみんなにも言ってもらえてすごく嬉しいんですけれども本当そんなことをやれるような状況じゃなくってですねあのクラゲみたいな体に力が入らなくてラジオ対象すらできないっていう あの状態が続いてたんですけれどもやっぱりあのこのままやっぱり終わりたくないなっていうのがありましてもうどうしようもない消化できない気持ちを抱えながらもやっぱりもう一回再起してもう一回返り咲きたいなっていう気持ちになりましてやっぱり女性としてももう一回そのちゃんとね自分を整えてあの綺麗になってねあの いろいろとこう人生をやっぱりそのここからね挫折したところからもう一度こうあのなんとかうんこれがあったからこそあのやれたっていう,いうように持っていきたいっていうのかなうんだからまあどんなにこの先まあいいことがあっても成功してもまあやっぱりその母のことが覆ることはないかもしれないけれどもあのそれを全部 あの引き換えてでもやっぱり母を助けたいって思うかもしれないですけれどもでももう本当にこうなっちゃってどうしようもなくなっちゃったからそうなったからにはこうなったからにしかできないあの人生にしようってあの途中から思いましてまあ YouTube を始めました。あーでそれでで母はもうすごく心配症なので 多分あの母がいたら絶対 YouTube とかやってなかったと思うんですね。なんあんまりこう自分を何て言うのかな、こう出してっていうのはやっぱり母も心配するかもしれないし、あの結構ね、そういうところ心配性だったので、でも今はね、こうやってこう誰に止められることもなくて心配されることもないので、まあ、あのむしろ王子はあの、ね、あの全然やった方がいいっていうような。 感じだったのでなのであのー、そうですね母がいたらできなかったことをやろうかなと思ったりしてあのー、やっぱりかねてより本当はこう自分を表現したりとかあの出すことが多分好きであのそういうのやってみたい望んでたんだと思うんですけれどもやっぱりこう中途半端にこう あの自生して抑えて生きてきたみたいなところがありまして保守的に生きてきたのであのー、ここでねちょっと自分のこう殻を破りたいなっていう気持ちがあって多分始めたしやっぱりもうすごいずっと母のことでつらかったのでそれを本当に何とかしたいなっていう気持ちで始めたんだと思うんですけれどもあのー、こうやってね、あのー、まさかこんなにねあのー、すごく嬉しいんですけれども あの本当にあの心からファンになってくださる方も増えて数ヶ月ぐらい経ったぐらいですかねもちろんその数ヶ月までの間はあの私のこと